台湾の飛行機にあります。通常の運営が予定されている天然エネルギー飛行機ではなく、登録しております。最近の特別飛行機での国連手続きで、台湾の飛行機を運航する機材はなくなっておりまして、本日の運営の飛行機に、